はい、どうもこんにちは、こんばんは、はるです。今回の動画は100均での購入品紹介ということで、早速ご紹介していきます。それではどうぞ。はい、今回はね、キャンドゥさんでのお迎え品になります。いや、ちょっとね、仕事帰りにキャンドゥさんに会ったらめちゃくちゃ可愛い冬のシールあったんですよ。はい、それをね、紹介していきたいと思います。これ初めてのシリーズじゃないですかね。雪だるまとクマっていうシリーズですね。めっちゃ可愛い。はい、これさっきジャンコード見てたら、ここですね、あ、品名になるのかな、シール雪だるまとクマ1ってなっていて、これが2になってるので1,2,3,4になってました。なので4種類かな。ということで、一つ一つちょっとデザイン見ていきましょう。はい、まずこちらが1でございます。はい、こんな感じ、かわいい。めちゃくちゃかわいくないですか。コローンとしててね、いろんな色のマフラーつけてますね。かわいいです。こちらが1でございました。ちなみに素材感はこんな感じです。こちらは雪だるまとクマ1で、ジャンコードはこちらになっております。次こちらですね。はい、こんな感じ。わー、こっちも可愛いですね。こっちはちょっとこう、なんだろう、クリスマスに使えそうな感じのデザインですね。ね、ツリーもあって、飾り付けのバルーンとかね、ガーランドがあって、めちゃくちゃ可愛いですね。これが雪だるまとクマ2になります。はい、こちらが3ですね。こちらは外で遊んでる感じですね。これも可愛いね。ちょっとここに木があるので、これも12月に使えそうですね。他のところとかはね、あの1月2月も使えそうですね。はい、こちらが3でした。はい、ジャンコードはこちらです。はい、最後が4ですね。はい、うわ、めっちゃ可愛くないですか。コーヒー飲んでる。わ、雪だるまたち並んでる。マフラーの色違うのめっちゃ可愛い。はい、こんな感じです。あー、これも可愛いですね。うん、ですごい可愛い、優しいね、雪だるまに傘さしてあげてる。はい、こんな感じのデザインが4でございました。はい、ということでね、皆さんはどのクマさんのシールが一番お好きでしたか。もうどれも可愛いですよね。私はどうだろう、4かな。4のこの感じがすごく好きでした。はい、じゃあ次行きましょう。で、こっちも同じ雪だるまとクマのシリーズのフレークシールですね。こちらはね、2種類見つけてきました。こっちが7デザインの3セットずつの21ピースで、こっちが10デザインの3セット30ピース入ってるみたいですね。はい、こんな感じのデザインが雪だるまとクマ1のフレークシールですね。で、こっちが雪だるまとクマの2のフレークシールになっております。ちょっと後でね、あのこっちの雪だるまのフレークシールと合わせてちょっと紙に貼っていきたいと思います。なので先にね、こちらとこちら紹介していきたいと思います。はい、ということでね、こちらですね。この雪だるまのシリーズは去年一昨年もありましたね。こちらは旧デザインの5セット45ピース入っているということでね、今年も可愛い雪だるまちゃんたち出てきましたよ、フレークシールで。はい、去年一昨年のもね、まだちょっと残ってます。それと合わせてね、ちょっとデコしようかなっていう風に思います。はい、じゃあこっち見ていきましょう。はい、こちらはタイニーコラージュステッカーというシリーズみたいですね。はい、まずこちらがスノーというシリーズで、はい、デザインがこんな感じです。かわいいですね。なんか色とかもすごいかわいい。あと雪の結晶がいろんな形があってめちゃくちゃかわいいですね。はい、こちらです。ジャンコードが、はい、こちらになっております。はい、次はホームというね、こちらのデザイン見ていきましょう。こんな感じです。うん、ワンちゃんがいたりとか食べ物があったりとかね、なんかお家でくつろいでる感じですね。なのでホームという名前かな。はい、こちらですね。ジャンコードが、はい、こちらになっております。はい、こちらがマウンテンというデザインのシールたちですね。はい、好
キーしてたりとかね、あと白クマちゃんがめちゃくちゃ可愛いんですよ。なんかこっち見てて座り方もすごい好きです。うん。でソリ引いてたりとか、動物たちがいたりとかですかね。はい、すごい楽しそうですね。はい、こちらがマウンテンでした。ダウンコードがこちらです。はい、そしてシートシールは最後ですね。ナイトというこちらのデザイン、はい、こんな感じです。これもいいですよね。うわ、これ私っぽい、めちゃくちゃお買い物してる。はい、こんな感じでいいですね。なんかツリーあるからクリスマスの夜にもいいですね。12月にも使えそう。うん、かわいい。はい、こんな感じのデザインでした。ジャンコードは、はい、こちらになります。ではこちらのね、先ほど紹介したフレークステッカーですね、こちらの方を紙に貼ってみましたので、そちらを紹介します。まずはこちらの雪だるまからいきましょうか。飛んでちゃいましたね。こちらが、はい、こんな感じのデザインのシールが入ってました。めちゃくちゃ可愛くないですか。なんか色の感じもすごいほんわりしてて、優しい感じがすごい好きです。可愛い、めちゃくちゃ可愛い。あ、すごいちっちゃいクマさんだ。クマの雪だるまでしたね。うわ、可愛い。はい、そして、はい、こちらの2種類のステッカー、まずこちらからいきましょう。こちらが、はい、こちらですね。これもね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛い。それぞれがね、全部可愛くて。あ、このチェックの感じすごいいいな。うん。はい、こんな感じでした。そして最後、こちらのステッカーが、はい、こちらになります。これ私一番好きでした。可愛くないですか？この大きさもすごいいいんですよね。すごいデコに使えそう。うわ、かわいい。雪だるま並んでるのめっちゃかわいいですね。おいしそう、ケーキ。これも。ああ、ちょっと首かしげてるのすごいかわいい。はい、こんな感じでございました。皆さんはどれがお好きでしたか？ねえ、全部かわいかったですね。そして全部にクマちゃんがあったのが私的にはすごく嬉しかったです。まさかの雪だるまちゃんの中にもいたとはっていう。はい、で、最近私あのフレークシールを見本としてね、ちょっとこう紙に残していきたいなと思って、今使ってた紙、こちらのダイソーさんの情報カードの B6 サイズっていうのを、これこのままだとちょっとね、まだ大きいので少し切ってるんですけど、これに貼って、で、こうポケットだけにした、水玉さん曰くポケバーンというのを、はい、作っておりまして、それにねフレークシールを収納していこうと思って、この大きさにカットしてます。なのでこれをこういう感じで、はい、収納していって、フレークシールのね日本帳として使っていこうと思って始めました。そう、ロルバーンのポケット部分って余るんですよね。もうメモのページを使い切ったものとか、ダイアリーとかで余ってる部分ってもったいないなと思って、だったらこういう感じで使っていこうと思って、はい、始めました。よくないですか、これ。そう。どうしてもノートって、こうちょっと縦に使いがちだけど、これはもう全部横で使っていこうと思ってます。そう。そして、この中でも、ここにインデックスをつけて、ダイソーさんとかセリアさんとかキャンデーさんとかにしたら、ここでね、こう、外して違うところに入れられたりもするので、いちいちリングとかもね、外さなくていいし、整理もしやすくて、私これ結構ね、続けられるんじゃないかなと思って、始めました。あとはね、見本帳はフレークシールだけにしてる理由が、大体フレークシールって、まあ、3セットとか、まあ、2セットのものたまにありますけど、3セット以上のものが多いので、日記に使う用、見本帳用っていう風にしといたら、もうそれだけでも結構ね、思い出として残せるかなと思って、あとの1セットとかはまた使ってもいいし、友達にお裾分けであげてもいいしっていう風なね、使い方で使い切っていこうっていう風に思ってます。はい、そんな感じでございました。
はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画はキャンドゥさんでお迎えした冬のシールを紹介させていただきました。そしてね、フレークシールの方は最近私が始めた見本帳のね、こういう使い方も一緒にご紹介をさせていただきました。ぜひまだね、販売されたところだと思うので、そんなにね、品切れっていうのはまだ大丈夫かなとは思いますので、気になられた方はチェックしに行ってみてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画良かったよと思ってくだされば、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。